ビューッと来た新ステージ加藤の新ステージ、もう何が何だか分からなくなってますけど、あと6個だって、6個ナマズ集めなきゃいけないの？任せて。次4だよね。4を探そう。どこにあるんだ？ 4 はどこだ？ここか。これなんだ？ 6 だ。違う。全然違う。待って、4がどこにあるのかわからない。これスプラトゥーンのあるあるだからね、これ。どこにあるのでしょうか？ 4!4!7! はい、どうもりんです。今回も引き続き、第2回目の、披露モードしていきたいと思うんですけども、まずはですね、この探すところから始まるんですよ。どこにあるのかわからない。俺が手前探したんだけど、6と7で全然違かった。どこにあるかわかります？みんな。どこですか？これ、夜間で、全然違う。電池ナマズが足りなーい。何にも足りないよ。ここだな。俺の野生の勘がビンビンしてるぞ。ここだな、絶対。ここ !4! 調べてないからね。本当に調べてない。たまたまだった。本当にたまたまだった。ここから行きたいと思います。はい、マッチングしました。今回は、浮き上がる完結線。あ、ここからもう完結線が来るんですね。完結線乗っていきましょう。これ、スプラ2にもあるギミックとなっている完結線なんですけど、続き、どこだ。もうどんどん行っちゃうよ。今日なんか6個あるらしいから。うわぁ。一つの動画で終わるかな。はい、タコちゃん、さよなら。タコちゃん、さよなら。で、完結線使って、エイムずらして、タコのエイムずらして。当ててくるの、今の。強すぎませんか？あ、これ真ん中にあるんだ。おしゃれだな。完結線からじゃないといけないと。オッケー。あ、どんどん行っちゃいますよ。あ、君はなんだ、タコスタンプだっけ。そうだ、タコスタンプ言ってる。下で教えてくれてる。結構、なんか楽々。身軽だね、あいつら。ちょっと重そうな感じだね。身軽で結構飛んできたね。よいしょ。危ない！この完結線はガードにもなりますから。なんかエイム良くない？このヒーローモードの相手のタコたち。待って、エイム良くない？待って、めちゃくちゃエイムでいいんだけど。これやっぱボムとか使っていかないと。ああ、危ない！オッケー。下の完結線噴射して倒しましたね。そうだ、ミステリーファイルをね。ちゃんとね、探さないといけないんだ。じゃないと何度もやり直すことになっちゃうんですけど、みんなミステリーファイナーだったら教えてくださいね。テレパシーでいいから教えてください。よろしくお願いします。何度もね、取り行かないといけないので。見たいでしょ、みんなミステリーファイルのやつ、中身。ああ、危ない。え、待って、本当に強い。初めてやられた。みんな、スプラ1のヒーローモード、相手めちゃくちゃエイムいい。マジでエイムがいい。やばい！オートエイム。まるでチーのものみたいな。危ない。どうした？ちょっと待って、ミステリーファイル探そうか。この看板の後ろとか怪しくない？そんなことない。こことか行けんの？こことか行けるけど、関係ないんだ。これ、かくれんぼとかだったら強そうだな。ないですね。あれ、ミステリーファイルなかったらこれきついぞ。最終チェックポイントできちゃった。あれないの？え、どこ？最終チェックポイントあるよね、さすがに。この上とか。あ、違うんだ、これ。どこだ？こっち側だったらいいですね。今すごい心配になってきちゃった。はい。まだ行く場所が何箇所かあって、こっち側だと、この箱の中、やったちゃんと普通にあるやん。こないだ見つけづらいとこにありましたからね、なんか今金網の下にあったからね。あ、ゴール。いいですね、幸先がいい。これが4のステージです。ただ、エイムがすごい良かったな。およそ2000年前の地層から発見された、最古の縄張りバトルの記録だ。この頃すでに4対4で行うなど、基本的なルールは確立していたようだ。2000年前だって。2000年前っておかしい。最近まで俺100年前って聞いてたんだけど。2000年前からあったらしいよ。しかもこれ見て。人間の体。犬みたいなのいるんだけど。これジャッジ君の先祖。すごくない？
で、こうやってちゃんと見たことなかったけど、イカの元となったのが分かりましたね。あれ8だ。9。え ?5 は ?5 がない。5がないんだけど。これは?あ、これ5だ。なんか全部開けちゃったよ。5見つけました。行ってきます。はい、やってきました。青インクだ。色が変わるのいいですね。あ、ちょっと待って、見るの忘れちゃったけど、見るの忘れちゃったけど、多分スポンジですね。青インク、これ見にくい青インクだ。確かね、スプラ1ってね、これ、実際にある話なんだけど、メガホンレーザーってのがあって、スペシャルで。その武器が、青インクを使うと、すごい見づらいの。なんかメガホンの色すごい見づらかったんです。確かこのインクの色なんですけど、なんか見づらすぎて後で改良されて色が、なんか、あ、そう、こんな色になったの。なんかちょっと色違うけど、わかる?なんかわかる?この青色のね、メガホンレーザー全然見えづらいっていう。今となってはね、なんか不思議ですよね。色まで変えちゃうからね。さあ、ミステリーファイルも探しつつ行かなきゃいけない。あ、タコ、あれいるぞ。たこ焼き。これ倒すぞ。たこ焼きなんか、時々動き早くなるからな。気をつけないとな。いやー、エイムがいいから、あと、ほんとやられないように行きたいんですけど、もうやられちゃったし、一回もやられずヒーローモードクリアしたいっていう気持ちもありましたが、意外と強かった。さあ、ここにはミステリーファイルないですね。うん、ないね。これちゃんと確認しないとわからないよな。時々見逃しちゃうし、俺せっかちだからさ、こう下のところちゃんと見とかないと、ないですね。オッケー、オッケー、倒して。待って、この下。この下絶対怪しい。これ絶対怪しいでしょ、この下。見て。みんな見て、これ。てか、いけなくね、これ。あ、これ撃って、撃って、撃って。これ、撃って。これ、スポンジ撃って、早く、早く、早く撃って。せっかちだから。早く撃って。そう。そう。で、これ入れば、これ絶対ミステリーファイルじゃない?ほらー!分かっちゃった、今。で、これで、あとは、心置きなく、ちゃんとクリアできますね。あ、こんなとこに隠されてたのか。なかなか宝探しみたいな面白いな。行きましょう。もう気にせずクリアして、行っちゃいましょうか。はい。やばいな、これ撃たれたらちっちゃくなるからな。おぉ。やめて。よぉ。もう行っちゃおう。うわぁ、危ねえ、危ねえ、無視。彼らは無視。オッケー。待って、これ無視したら後ろから撃たれる、これ。大砲撃ちたいんですよ。後ろから撃たれちゃう。大砲で、あ、外しちゃった。はい。大砲好きですからね。特にサーモンなんでよく大砲撃ってるので。はい。オッケー。あ、もうクリアできそうじゃない?早いですね。これ5だね、ステージの。はい。ゴールしたいと思いきや、なんかアンテナがあるね。どこものアンテナみたいだ。恐怖、イカの星だ、やば!脳みそ出てる!イカ足、ひと飛び、150センチ、イカ骨、ない。イカ目、100メートル先の獲物も見逃さない。イカの、強弱的で単細胞。頭が悪いってことだよ、これ。さあ、6番、プロペラリフトの緑地上。さあ、6番にやってまいりました。プロペラリフトの、なんだ?浴室場って書いてあったか?プロペラのリフトのステージだ。よいしょ。いや、今回はちょっと、このパッドに慣れてきたから、右のパッドに慣れてきたから、上手くなってきてる。スプラトゥーン、なんか昔、あ、なんか登れない。昔やってきたけども、スプラトゥーン。なんか、スプラ2をしてから、スプラ1が上手くなった気がします。やっぱゲームは やれた分だけね、自分の能力が上がりますからね。はい、上から失礼。はーい。ドレミファソ、ドレミファソまで。ラとシとドがない。はい、行った。あ、待って、ミステリーゾーンあるの忘れてた。どっかにあんじゃね?ないかな?いや、ないな。なんかない気がする。まだな、なんか中盤あたりからですよ。なんだこれ。ライトアップされてる。乗れる。あー、インク!あー!エイムがいいんだよ、だから。びっくりするな。あ、待って、これ下とかありそうじゃん。ほら、来た!ほら、見つけた。なんか、そんな気がしたんですよ。なんか、ミステリーファイルを手に入れるのが上手くなってきた。直感ですよね、直感。
女の子とかこういうのなんか得意そう。女の勘ってやつがここで働くかもしれない。はい、どうも。チェックポイントですね。プロペラ使って、わあ早すぎる、プロペラが早すぎる。この子たちも倒していく。うん、もうミステリーファイルないから行っちゃおうか。いいよ、倒して、あぶねえちょっと調子乗るところだからな。でもこのステージみんな見といてね。俺結構早くやっちゃってるけど、スプラ2始めた人わかんないからさ、ステージ。こんな感じだったんですよ、スプラ1は。ほら、なんか止まれ。もうなんか、俺にはひらがなに見える、止まれ。止まれに見えました。もうそろ終わりそう。ほら、最終チェックポイント来ましたね。上に登っていく。プロペラで戻して、おー、早いね。倒しまして。このアプリ敵はそんなにいないか。綺麗だな。あの光なんだ？電球かな？電球ですね。でもなんか最近引っ越したんですけど、なんかまだ電気繋がってるの、電球がないから、これ今真っ暗な部屋でやってるんですよ。そろそろ電球買いに行かないとなと思ってるんですけど。なんかゲームしてたら、電球忘れちゃったので、買うの。この子を電球にしたいです、この子。この子電球になんないの。電気ナマズでしょ！オッケー。楽しい。楽しいな、今日。エネルギー省は今後さらなる電力不足が予測されることを発表。地下ドームの老朽化も深刻で、市民生活はさらに厳しくなる予感。これを、簡単に言うと、なんか電気がなくなっちゃうんだって。この、地下ドームの世界。地下ドームってなんだ？あ、なんか、鮭じゃねえや。タコが住んでる世界の電力がないから、だから、あれは電気ナマズを盗んだんだよ。そう。多分そういうこと。だんだんストーリーが分かってきましたね。タコも生活が厳しいんだな。おぉ、なんかネオンがライトアップされてる。7のステージ。塗り塗り。ラバーって書いてあるんですけど、これあれだ、フェスのステージでも、ぬりぬりラバーって言ってるんですけど、ここから始まったんですね。ぬりぬりラバー。はい。そんな感じです。ステージのね、なんかね、背景がね、めちゃくちゃ綺麗ですね。あ、観覧車ある！え、これってバッテラストリートの観覧車？なんかあるよね。あ、違う、スミシーワールドにもあるか。なんか、もしかしたら、そうかもしれんな。すごいね。ってことがわかる。これサムネじゃない？みんな。見つけちゃった。あの観覧車の元となってるものが。やった。そして気球とかか。面白いな。この気球とか乗りたいけど乗れないよね。さすがにね。乗れないよね。乗るのはちょっと無理があるね。試してみようかな。試さないで無理って言ってる方が無理だよな。なんかいけそうだよな。あ、届かない。普通に滑り落ちました、うちのイカちゃん。そして多分ここで落ちたので無理です。あ、やって気づきました、無理です。まあ、やらずに無理っていうよりはやって無理って言った方がいいのかもしれない。あ、危ない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 。上行こう。おお、なんかゴーグルつけたタコがいるぞ。てかこれさ、サムネにしたいとこいっぱいあるんだけどさ、面白いよね。なんか見どころが結構ある。え、ちゃんと見よう、これから。ちゃんと見よう。あ、待って、これ乗れそう。待って、これ。あ、ちょ、ごめん。みんなごめん。俺行きたいんだ。行け。あ、乗れないや。ごめんなさい、皆さん。乗れませんでした。あの気球は乗れませんでした。真似しちゃダメですよ。やばい、体力が1になっちゃった。やりたくなっちゃったな、今の。ダメだ。もう実況とかしてなくても多分やってるんだ、今のは。興味がね、好奇心が出ちゃう。あー、行きたい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 、やりたい、やりたい。ちょっと見ないようにしとこう。見たら、飛び降りてしまうんで。飛び降りていいところは、茨城県の、バンジージャンプがあるとかね。あれ怖そうですよね、バンジージャンプができるんですよ。このジェットコースター、多分前の動画で話したんですけど、怖いの無理なので、バンジージャンプとか特に無理ですね。あ、待って、ミステリーゾーンをさ、ミステリーゾーンじゃない、ミステリーファイル、ミステリーファイルもしかしたらどっかにあるかもしれない。え、なんかあそこちょっと一回戻るね。これちょっと一回戻るね。この裏さ、
今さ、ほら、なんかついてるんだよ。もしかして、あ、これ下行けんじゃないか？見て。みんな見て、これ。ほら、ほら、ほら、行けたけど、あ、見える、見て、見て、あれだ、絶対あれだ、絶対あれ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 だ、よかったー、戻ってよかったー。いや、これマジで女の勘だよ。これ男だけど。女の勘。はい、乗る。あ、これ、やった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 。え、すごくない今日。今日すごくない？わかっちゃうんだよ。もう登っちゃおう。これで心置きなくいけますね。したら。ああ。俺男の子なのに女の勘が働く。もしかしたら女の子だったの。昔AKB48 が流行った時代があるんですけど、あの時代、中学生ぐらいだったんですけど、俺もちょっと AKB に入りたいな、あの輪の中にいたいなと思ったことがありまして、ちょっと恥ずかしいんだけどね。今で言ったら乃木坂とか、欅坂になってしまうけど、男の子が入ろうとしてました。気持ち悪いですよね。やばい。これ隠れてればバレないんだよね、ほら。ほら、ハテナついてる。わかってない。単細胞だ。単細胞です。はい、ゴール。はい、ゴール。よし。よし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 。楽しい。なんか楽しいぞ、ヒーローモード。縄張りバトルで塗られたインクは、しばらくするとすっかり消えてしまう。環境に優しいというか、都合がいいというか。ねえ、この、これ見たことある。この、なんかラインナップ。スプラトゥーン2のさ、プライベートマッチするときにさ、椅子のときに色選べるんだよ。なんかあれと似たような感じの。あ、ちょっと画像で載せときますね。ちょっと似てます。まあ、これあれだよね。補色ってやつだよね。補色を使って、ね。見やすくしてるって感じですね。ちょっと難しいな。でも中学生ぐらいだったら美術の授業で習うのでね。そこでね、学んでくださいね。スプラトゥーンのことがわかるのでね。はい。俺おばあちゃんみたい。おー、もずく農園来ました。ついに来ましたよ。タコゾネス。これはヒーローモードでも時々あるタコゾネスと、戦えるモード。はい、やってきました。CPU。タコゾネスのお出ましじゃーって言われてるぞ。おー、飛んできた。うわー。気づかないのがタコゾネスなので。天日干ししてる僕の意外にも気づかないでしょ。これも気づかないんじゃない？あ、待って、やばい。これやばいかな。なんで気づかないの？ね、なんで気づかないの？ほらほらほら、逃げれるから。ほら。無駄な殺戮はしないから。これさ、なんか壊すんじゃなくてさ、スプラ2みたいになんか壊すんじゃなくて、普通にゴールしてみろ。え、もう終わるんだけど。なんか、餌に釣られてるイカちゃんみたいな。はいはい、わかる？餌に寄っていく餌に寄って釣られていく動物みたいなやつ。なんか一瞬で終わったな。いいのかな、この終わり方で。さあ、ついにやってまいりました9のステージ。これは、あ、待って、デカライン降下したの。いや待って、これやばいよ。タコ、トルネードタコプター、ちょっとどうでもいいですよ。どうでもよくない。全然どうでもよくない。え、これ死なないよね。お、さすがリスポンジだよ。いつまでも最強。これ、デカライン降下したっていうステージがあるんですけど、まあ、多分マリオカートでもあると思うんですけど、アップデで一回改良されたんですよ。それのアップデ前がここでできる。なんならチュートリアルのモードを、一番最初のチュートリアルのモードを多分デカライン降下した。あれ？違う、ごめん、嘘ついた、ごめん、嘘ついたかも。全然デカラインじゃなかった、ごめん、ごめんなさい。ごめんなさい、これただのチュートリアルのモードでした。すいません。早とちりですね。忘れてくださいね。ただ トルネードタケコプター、逆タケコプタートルネードだっけ。違うの、タケコプターはそもそもドラえもんかな。違うな。いやー、もう無視していっちゃおっか。これ長い間戦ってると、そのタコプターかな、トルネードタコプターに、タコプターにやられちゃうから、神々です、すいません。おお、急に出てきた。下から潜ってるのはあれなのか、ゴーグルつけてるのか。なんかゴーグルつけてるのが急に下から出てくる。ほら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 、潜水艇から出てきた感じ。待って、危ない。もう倒しとこう、なんか腹いせに倒しとこう。
めちゃくちゃ狙ってくるな。登ります。いけ、よし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 、タコプターのとこ行こう。来た。ちなみにこれボスっぽいですけど、これボスじゃないからね。ボス戦の1個手前の中ボスみたいな感じですからね。普通に追いかけていいんだよね。危ない危ない危ない。で、こういう戦いはなかなか久しぶりだな。なんかボス戦でないボスみたいな。中ボスってのは久しぶりだ。あ、終わった。あれだな、詰め方を教えてもらってる感じですね。今のインク移動してこの両立ができないと倒せないから。これ多分ステージ2だから。まあ、いいで。練習なるよね、ヒーローモード。今の動画見てると。楽しかった。おーい、ボス開いたね。ボスやっちゃおうか、今日も。みんなお待ちかねのボスに行こうかな。はい、やってまいりました。ヤバシ、へそ出しタコツボドラム。これなんか見覚えあるか？みんな知ってるかこれ。タコツボドラムってなんだっけ？へそ出しっていうくらいだから、なんかギャルなのかな？ギャル。おへそを出してたらギャルのイメージ。ギャルもしくはトゥワイス。なんか韓国のアイドルとか、おへそ出してるイメージあるけど。あ、これか、へそ。このへそ。え、これ出てこなかったよね。スプラトゥーン2では。解雇されたのかお前は。おい、もう終わっちゃった。一回も終わっちゃった。待って、ボス？ボス？ここなんで終わりじゃないよな。頼むよ、ちゃんと耐えてくれよ。尺を見てくれ。見てる人いるんだぞ。なんか、二人目のタコ出てきました。これ毎回やられ、あ、でも足なのか。足だったら8回ぐらいやらせてくれよ、タコなんだから。足8歩あるんだからさ。待て待て待て、これは何だじゃん。あれが足ならこれは何だ。ちょっと待て。また別の足が出てきたよ。タコの足じゃない、人間の足。憧れてるのか、もしかして。アリエルみたいに。足に憧れたか。うわぁ。今回2個なんだ。はい、倒して。オッケー。待って、これは簡単だなぁ。いや、簡単って言っちゃダメだ。いや、難しいはずだ。次は絶対難しいはず。大丈夫。多分次ね、タコのへそが8個ぐらい出てきて、なんかトゲトゲしいものとか出てくるんじゃない？炭とか吐くんじゃないか？タコだろ？ちょっとでかくなった。3個か。ちょっと増えただけか。もう倒しちゃうよ。まず1個。あ、待って、後ろにもある。2個。あー、なんだぞ。あ、炭？これが炭？2個、3個。さすがに終わんないよね。やめろよ、やめろよ、マジ、やめろよ、やめろよ、やめろよ、終わるなよ、終わるなよ、やめろよ。いや、終わった。これ、待って、終わったかもしれん。いや、もう一回ぐらい、ちょうだい、もう一回ぐらいちょうだい。俺にもう一回ぐらいちょうだい。やめろ、やめろ、爆発するな。頼む、頼むから。耐えてよ、そこは。なんでボスがこんな簡単なんだよ、おかしいでしょ。ねえ。あ、ミステリーファイル。あれ？俺ミステリーファイルで思い出したよ。さっきミステリーファイル取ってなくね？取ってないね。取り行かなきゃ。忘れてた、完全に。ギ。ん？ギ、当たり目。無線の様子が悪いようじゃの。それはともかくお見事じゃ、3号よ。引き続き、オーデンジナマズを探してくれい。今の誰だったんだろうな。そしてミステリーファイルをゲットしました。どこのミステリーファイルだ。対タコ用試作品、え、ごめん、もう一回読むね。対タコ用試作戦術兵器設計技術者カンブリア武器のさ、あー、これもこの間の人だ。これ作った人だね、さっきのなんタコのなんか足が2本人間の足が空いてるやつ。これ作った人がなんか残したやつですね。あ、マジで？終わっちゃうの？ 2 のステージ終わっちゃうんだ。じゃあ8と9取り行こうかな。あ、なるほど。これ取り忘れた理由が分かったよ。だからだよ。タコでなんかふざけてさ、
ずっとさ、天日干ししてたからね。いや、これはくたばれ。そりゃ忘れるわ。楽しんじゃってたもんだって、別のところで。上から行こうかな。どれが怪しい？あれかな？あ、見つけた。ごめんな。しかもこれショートカットできるやん。こっちから。そしたらいけんじゃん。あ、終わる。これ終わるぞ。これでいいんだな。これでよかったんだな。終わったな。あ、なにこれ。タコランジェロって何？ミケランジェロみたいだな。失楽園。失楽園ってなんか、なんかタコにもなんかストーリーがあったんだろうな、これ。もともとタコが住んでる世界が暗くなってきて、なんかドヨーンってしてきちゃったんだよ。だから取ってってるんじゃない？この電気を。これか。後ろにあったのか。これで、ね、終わりだ。つぎはぎだ。つぎはぎになっている。ほい。オクタリアンの中にも人型に擬態できるものがいる。運動能力に優れ、非常に好戦的。階級が高いものは頭にワカメをつけている。その怪しげな瞳は何を考えているのか何も考えていないのか。怪しいな瞳って言っても見えないからね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思うんですけども、次は次のエリアさん。これ。チャンネル登録多分しなくても見れると思うんですけど、していただけると、ちょっとなんか、嬉しい。すごいなんか、嬉しいから、よろしくお願いします。もう嬉しいからお願いします。しなくても見れるけどね。